東京都知事選挙で2位になられて世間から大きな注目を集めた石丸伸二さんなんですけど、まあ僕は東京都知事選挙以降石丸さんに興味を持ち始めたばっかりなので、あまり詳しくわからないので、現状様子見なんですよね。いい面もあれば悪い面もあるんじゃないのかなと。で、今後どのようなことをしていくのか。まあそういうことをまあ多少気にしつつ、まあ様子見しているというぐらいの感じで石丸さんは見てるんですけど、まあ YouTube とかを見ていると、そういう石丸さんに興味を持っていろいろ情報を見てきたっていうこともあって、おすすめに、まあ石丸さん、特に石丸さんのアンチですよね。石丸さんはこういうとこが良くないんだと。石丸さんみたいな人物が権力を持ったらダメなんだと。そのような情報発信をされている動画が、まあ、未だにちょくちょく上がってくるんですよ。で、僕はそういうアンチの動画も結構いろいろ見てきて、ああ、そういう考え方もあるのかとか、ああ、そういうこともあったのかとか、そういうことを知れる機会としては、良かったのかなっていう部分もあるんですけど、これ、アンチの人っていうのを、こう、引きで見ているとっていうのか、僕はやっぱり、そのメンタリティみたいなところが、ちょっと理解に苦しむというのか、旗から見ている限り、それって、なんていうのか、もう、嫉妬じゃないんですか、というふうにしか見えないっていうんですかね。そう、アンチの人たちの主張としては、石丸さんのような、とんでもない人間が権力を持ったら、世の中が良くないことになってしまうんだと。だから、そういう石丸さんっていうものはこういう人物なんだっていうふうな、情報を発信することが大切なんだ。だからやってるんだ、みたいな主張ではあるんですけど、なんか、それって、そういう目的であるなら、もっと他に、現時点で、ものすごい権力者でありながら、日本を悪い方向に導いてしまっているかもしれない人って、いると思うんですよ。そういう人たちを糾弾する活動をした方が、僕は社会のためになるというなら、絶対そっちの方がいいと思うんですよ。なんせ石丸さんって、権力あるんですかと。今現在ですよね。まあ過去は秋田方の市長っていうところで権力者だったかもしれないんですけど、そこも辞めて東京都知事選に出て結局落選して、今は単なる人っていうのか、確かにメディアとかにいろいろ出て注目はされている人かもしれないんですけど、そういう人を糾弾することのそのエネルギーの根源っていうのが、僕はもう嫉妬心ぐらいしかないように思えるんですよ。これがこう社会正義のためなんだっていう場合は、ちょっと社会正義のためを歌うなら別の人、別のもっと悪い人にそのエネルギーを向ける方が社会的意義はあるんじゃないのかなと思うんですよね。現時点で石丸さんは何の権力もないのに、そういう石丸さんを叩くことに何のあれがあるのかなと。これがこう YouTube の再生数稼ぎなんですと。私は金儲けのためにやってますと。割り切ってやってますと。別に石丸さんに恨みもないし何もないんですけど、石丸さん情報を出せば再生数が上がるから、そうやってこうアンチ活動してるんだ。まあそれなら理解できるんですよ。なるほどねと。しかし、なんか石丸さんが良くないんだって言ってる、こう情報発信してる人って、なんていうのか、そうじゃないんですよね。こう社会のためにっていうんですかね。こういう人が将来出てきたら悪い方向になるんだって言ってるんですよね。それってどうなのかなと、こうエネルギーの使い方としてどうなんですかって思ってしまうんですよね。で、さらにこう石丸さん、その将来確かに権力を持ったらこう良くないことになるかもしれないんですけど、そんなこと言い出したらキリないですよね。将来権力を持ったら世の中悪くなってしまう可能性がある。そういう政治家の卵みたいな人って、無数にいませんかと。そういう人をまんべんなく、こいつもダメだ、こいつもダメだっていうふうに情報発信してるなら、僕は一定の社会的意義はあるかもしれないんですけど、これもう石丸さんに集中してるんですよ。そういうアンチ活動してる人って。石丸さんだけはダメなんだと。石丸さんだけは邪悪なんだと。それって、なんでそういうエネルギーが出続けるのかな？これはもう嫉
都心しかなくないですかと。悔しいからじゃないんですかと。僕はなんかそう見えてしまうんですよね。で、内容を聞いててもなんかそんな感じに聞こえてくるというのか、確かに過去であるとか裁判結果であるとか、そういうのが出たことでこの裁判はこういうふうにこう解釈した方がいいんだみたいな情報発信するのは全然いいと思うんですよ。こう分からない人のためにっていうんですかね。しかし未だに西丸さんに関してこう何かしら粘着してこう暗示し続けている人って、まあ嫉妬以外ないんじゃないんですかと。まあこれは NHK 党の立花さんに対してアンチ活動している人の中にもいるんですよね。何も接点も何もないのにですよね。立花さんの場合は攻撃的なので、立花さんに攻撃されてしまったことによってアンチになっている人たちがいるのでややこしいんですけど、これ石丸さんっていうのはなんか違いますよね。おそらく石丸さんのアンチ活動している人って接点ないと思うんですよ。石丸さんからこういう攻撃を受けたからそれの恨みを晴らしてるんだみたいな感じでもないというのか、多分何も被害を受けていないのに石丸さんっていう人物が気に入らないとか悔しいとかいう理屈しか僕は分からないっていうのか理解できないんですよ。そういうのがなくて社会のために、社会正義のためにやってるんだっていう、こう主張でやってるんですけど、え、それって社会のためになります？って僕は思うんですよね。それやったら現時点で権力を持っていて社会をおかしくしてしまってるような人いませんかと。僕はパッと思いつかないですけど、そういうところの人を糾弾する方が僕は全然生産性があると思うんですよね。なんか石丸さんに粘着してどうすんねやろうっていうのか、なんか やった時とか、なんかおかしなことをしだした、おかしな言動した、その時にその時だけこう批判するとかいうのであれば、僕は全然そういうのは全然あり得ると思うんですよね。いろんな情報発信をしている中の一つとして、石丸さんこんなこと言ってるけどこれは違うんじゃないのっていう情報発信っていうんですかね、それは別に全然理解できるんですけど、なんか石丸さんに粘着してるっていうか集中してるっていうのか、いや石丸さんをそんだけその社会から排除したからって社会が良くなるとは僕には思えませんけどってなってしまうんですよね。だからそれって単に嫉妬心で悔しいから石丸さんを攻撃してるんじゃないんですかっていう風に見えてしまうというか、違うんですかね。僕にはそう見えるんですよね。こう引きで見ているとそう見えてしまうというか、僕は石丸さんに関しては動画出すと再生数確かに伸びるので、この動画再生数伸びるのかどうかわからないんですけど、まあそういうのもちょっとあるのかなというところなんですけど、僕は石丸さんに関しては現時点では評価保留というのかわからないんですよ。石丸さん確かにいいことをかなり言ってくれているので、そういうことがこうなんていうのか社会の啓蒙に役立つ可能性もありますよね。なのでこう是々非々というのか、いい部分もあれば悪い部分もあるんじゃないのかなと思って見てるんですけど、なんか粘着して攻撃している人っていうのは、それって悔しいからなんじゃないんですかと、社会のためなんですか本当にと。石丸さん別に現時点で何の権力もないじゃないかと僕には思うんですけど、まあしつこく石丸さんを攻撃している人がちらほらいらっしゃるなと、いうのを見て思った話でした。芸術を僕は。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。